食レポが終わったので、こっからは自由に食べていきたいと思いまーす。せっかくだからね、せっかくだからね。いやだってこんなにたくさん作っていただいて。本当だよ。しかもどれもすごく美味しい。ね、焼き鳥もあるよ。焼き鳥食べて、そのさ、黄身につけて食べるやつ美味しいよね。このまだ誰も触れてないフォークで。終わっちゃうんだ。だからダメなんだ。こんな綺麗な黄身は、あー、プツ。はい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 、美味しい、はい美味しい、はい、まだ食べてもないのに。私をネギも、私もしめそば食べよう。いただきます。うん、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 焼き鳥最高。生が欲しい。生ね、生ビールがね、うまい。ハイボールも、ハイボールも出たよ。うまいです、うまいです、うまいです。もうさっき頑張ったから語彙力がもうなくなった。うまいです。いただきます。結構食べ応えあるよ。私ポテサラもいっちゃう。どうぞどうぞ。いただきます。おいしい、めっちゃおいしい、幸せ。うまい。まなちゃんこれ、まだ終わらないのよ。あ、そうだそうだ。だってこの後自家製のケーキがあるって聞いた。ここの一押しメニューとのことなので。そうなんです。この後私たちね、お酒とご飯をいただいた後は、カフェタイムに突入です。イエーイ。ということでカフェタイムに入りました。お酒も一新しておりますね。やっぱりデザート酒、はい、私の方がイタリアンレモネードで、そのイタリアンレモネード、下の方がね、レモンのリキュールになってて、上が赤ワインになってます。これめちゃめちゃ層が綺麗だね。そう、今綺麗に分かれてるけど、これを混ぜて、混ぜちゃうの？混ぜて、もう混ざり方がとっても綺麗。もう何なのこれ。愛さんのは？私のはね、これカフェラテに、はい、こうあのアマレットっていうあんずのお酒を入れた感じなんだって、うん、これ絶対美味しい。このスチールした感じのね、ふわふわってなってるのがすごい、見た目も可愛くて、ね、じゃあお酒の方でまた再び乾杯。コーヒーが用意されてるのにまずお酒、ね、コーヒーの説明もあったりするね。はぁ、どうどう、これはジュースですね。え、結構リキュール入ってたけど、これジュースだ。うわ、おいしい。わ、あ、でもね、結構アマレットがしっかり効いてるから、あの香りが、あのね、コーヒーなんだけど、コーヒーが苦手な人でもいけるタイプの、あのコーヒーカクテルだと思う。これミルクがまたいい味出してるね。これにケーキだよ。そうなんです。ケーキに合わせてお酒を頼み、さらにケーキに合わせてコーヒーを頼んだという。こちらもコーヒーですよ、愛さん。実はこちらのコーヒー、コピルアクというコーヒーで、あの、ま、ジャコーネコのコーヒーとも呼ばれております。私知ってるよ。あ、本当ですか。これ説明してもいいのかな。あれでしょ、なんか猫のうんうんから出てきた。あの、そう、あのね、猫ちゃんのお腹の中でこう熟成されてね、美味しくなった希少価値の高いね、お豆のね、コーヒーにしたっていう代物なんですけれど、あの普通の猫ちゃんじゃないんだよね。そう、ジャコウネコちゃんだから。まあ早速ね、じゃあ食べていきましょうね。コーヒーとじゃあ合わせて、でもコーヒーからいってみようかな。私もせっかくだから。じゃあ愛さんからどうぞ。カピルアク、香りどうですか。あ、甘い。なんていい香りなの。これね、パフューム的な、もうこうシュッシュって顔にかけたい。なんかさっきのうーの下りから言うとちょっととんでもないこと言ってんじゃないのこの人って。本当にあ、デザートみたいな甘さを感じる香りのコーヒーで、バニラとか、そうそうそう、チョコレート、カカオっぽさというか、確かにチョコレート、そういう香りがするの。いい香り。じゃあいただいてみましょうか、はい。香りとは違って、味わいはね、結構すっきりとしてる。あ、でもこれ美味しいコーヒー。私もいただきます。すごい。あー、あの、コーヒ
手だけど、その結構ビターもの強い、うん、チョコレートそれこそ好きな子とかは多分美味しく飲めると思う。お酒飲んでるから今日超饒舌。もう本当もう最高の食レポしてるよ。飲みレポかな、これに絶対合うよ。うん、食べてみてください。いただきます。怖いになっちゃうね。美味しそうだな。どうですか、うん、ベリーがプチプチする。最高。うん、おいしい。甘すぎずだからこれお酒でも、うん、コーヒーでもどっちでも合うと思う。これをさ、夜の締めとかにやるとさ、こう背徳感があってさ、なんで私あんなに食べてお酒も飲んだ後にケーキで締めてるんだろうって思うじゃないですか。あるある。今比較的浅い時間だからまだすごい罪悪感が全然ない。そうだよ、だって昼間だもん。昼というにはもうちょっと日は落ちてる気がするけれど。いただきます。じゃあね、3時のおやつ時間かな。うん、どうどう。ここチーズが美味しい、この店。うんうん、美味しい。ピザでも思ったけど、ケーキでもね、こんなにチーズを堪能できるとは。うん、合う。合う。合う。喧嘩しない、全然。香りが甘いから全然チーズと喧嘩しない。いや、これにジュースですよ。こっちね。ジュース、ジュース。ジュースじゃない、アルコールだけどね。ジュース、ジュース。レモンとブドウのジュースを。どう、お酒でも合う。マリアージュです。マリアージュです。結婚しました。結婚しました。おめでとうございます。ありがとうございます。おいしい。おいしい。これこれこれ何の番組だっけ。飲みの番組。違う、それは個人的な番組になってしまった。でもこうやって作品の、うん、それこそもソラゾトリコが楽しんでる お店で、うん、こうやって2人で楽しめるのやっぱ特別感あるね。あ、作品に出てるお店ってこと忘れてた。やめて、あれ。みんなもみんなもあのこのお店に来て、はい、ぜひね、うん、あのソラオごっこ、トリコごっこ、トリコごっこして、していただければと。みんなで食レポしてみてください。思います。はい、楽しんで楽しんでください。バイバーイ。